馬着を着用した馬寒気を防ぎ、温度変化を小さくするために輸送時に着せる企業もある。馬着、馬服、馬衣とは、馬に着用させる皮覆で、バグの一つである。ホーント棒を、ウエストナイル熱などの昆虫媒介性感染症の予防、虫刺され対策に使用される。頭部、頸部、脚部を除いた胴体部分をすっぽり包むような形状をしている。 胸部の前で金具やマジックテープなどを用いて閉じ合わせ、胴体下部には布製のベルトをクロスさせて金具で固定する。また、電部にもベルトを用いて固定する。その多くは布製で面を入れてある。撥水性素材やナイロンが使われている場合もある。主に競走馬や乗馬などの保温目的で使用される。雨天時やや間時。じ。 運動後に汗をかいた馬が急に体温を下げて体調を崩すのを防止したり、冬毛の毛刈りが行われた馬や冬毛ができない環境の馬が使用する。冬毛がある馬は冬のトレーニングで汗が長い冬毛に吸われた状態で冷えて体温を低下させ病気にかかりやすくなるため毛刈りが行われる。防寒以外にも体毛が伸びるのを防ぐ効果があると言われるが、真偽は定かではない。 馬体を覆うので、馬体が汚れるのを防ぐ効果があり、馬の手入れをする者には、助けとなる。肌の露出が多いと、アブや、ハエ等との接触が多くなることから、虫が媒介する、伝染病や、虫刺されなどから保護するために用いられることもある。馬着にストレスを感じる馬も多い。馬着が擦れて、馬の肩に当たる部分である気候に怪我を負うことがある。馬が馬着を脱ごうとして、 馬着が正常でない状態になることがあり、事故につながることがある。天候が急転して急に暑くなっても、馬が自分で安全に脱ぐのは困難。そのまま放置されれば体温が上がり、大きなストレスとなる。もともと馬は、寒さには強く、暑さに弱い動物であることを考えると、馬着の使用には十分な注意が必要と言える。注意の仕方としては、 服を着せた状態で汗をかいていないか手で確認するなどが行われる。紀元前1世紀頃に書かれたとされるユダヤの歴史書マカビー第イ章3.25に美しい布で覆われた馬に乗った騎兵が登場するシーンがある。紀元前750から250年頃に書かれた中国の歴史書春秋刺し伝には虎の皮をかぶった馬の話があることから 馬に何かしらをかぶせる文化はあったようである。934年頃の日本語の辞典、十巻本、和名称に馬の胴から腹を覆う布を馬衣という記述がある。競争馬がレースに入る前に馬が嫌がることが多い狭いゲートに誘導されるが、この時に暴れるのを防ぎ、ゲートとのクッションともなる馬服のようなバリアブランケットが使用される場合がある。ありがとうございます。